自分でもう乗る馬が、まあ、決まって自信持って乗,乗る馬がいればもう自信持って乗るしかないから自分の馬の良さだけ生かしてもうそれなら大丈夫だっていうぐらいに思って乗んないとやっぱどうしても何か不安があるとな絶対馬に通じるもんだから、はい、そういう点は反対にうさっきもうったこれも言った駄目でもこれでダメでもしょうがないと思って乗んなきゃ。 その自由鞍だから乗り方その場の乗り方変えるとかそう、はいはい、<coughs> いうことはちょっとあの反対にやらない方がいいとかいうかね、うんはい。なんかあんまり周りからそんな風にないだろうっていう風に言われるんですけど、うんうん、めちゃめちゃ緊張するんですよねなんかで。自分でそういう思うことが良くないんだね、うん。緊張するタイプなは昔は緊張したと思うよね。うん、ああそうですか。だから今。うん でも最後の方っていうか本当に緊張しにくくなったけどねただ反対に40過ぎて中央行ってよかったのかもしれないし <laughs> <laughs> そういう意味では昔はやっぱ緊張したな GI だからってことはないんだけどその馬に何か自分で不安を持ってたらやっぱり人気になってるとその悪い部分が出るんじゃないかなと思うと緊張しちゃうよね。うん 自信を持ってそうそうだから反対に自信持つっていうか俺はその馬に乗っててもうこういう競馬だけはしたらあかんなって思って、うん、一番悪い部分だけ出さなきゃいいなと、はい、それで負けりゃしょうがないと思って、はい、大きい意味でね、はい、だからこういうレースしようとじゃなくて、はい、こういう競馬だけはしたくないと思って、はい、乗,った乗るのが多かったな、ねうん、だからダービーの金壁なんかあんまり全然緊張しなかった。 多分本当に強い馬だったから、はい、どうても勝つやろうとそう思って乗ってたらねだから自分の馬の良さを出すっていうかだからさっき言ったようにこういうレースだけはしちゃダメだなっていうことだけ考えてあんまり大きく何も考えなくてレースに関しては普段と同じようにっていうか自分の馬のリズムだけ考えて乗った方がやっぱりいいような気がするんだけどでも、うん、やっぱり本当に、ね、あのやっぱ運も必要だしね 1> 1勝つっていうのはねそれは思うし本当にそういう部分でいい流れに乗れたのもあるしねいいほ本当強い馬ばっかりあの回ってきたというか乗せていただいたっいうのもあるけどねそれはすごく幸運なことやと思うけどねそれはでも克美さんのやっぱ能力というか僕も何か感じますけど、えー、いい馬あたるとまたころっと変わるよ<ー>、うん。やっぱり強い馬乗ると 全然違ってくると思うよねああそれが楽しみだしねただデッドオリは光ってるねなんかああ雰囲気的に何かすごいオーラを感じるねあの馬鹿に明るいとことかねああ、うん、すごいそういう部分がみんなやっぱり外人みんな結構明るいんだけどああ レッドー飛び抜けけて俺のイメージだけどね<ー>すっごい明るいしほんとこいつま考えて乗ってんのかなと思うぐらい明るいしほんとんか自分で自由に乗ってるっていうか自由人みたいな感じでどこ行っても同じ感じだしね雰囲気がああいうのはやっぱちょっとなんかオーラを感じたしあれはやっぱちょっと違うように思えたな。 僕はなんかこう外国の人はもう。きちっとハマっているというか、もう馬をもうなんか余さないというか。ええ。なんかそういうイメージはすごくありますね。だから。そういった意味でも手綱短くっていうのが基本になるんじゃないかなっていうのは。すごく思いますね。マリーディングは取りたいなあっていうのは。 うん、自由はもう勝ちたいっていうのもありますけど僕はそっちの方が先かもしれないですねなんかこう数字を上げるわけではないんですけどなんかトップになりたいっていうのはだから逆にこうレースで勝ちたいとかそういうふうな気持ちになっちゃってチグはぐな部分っていうのはあるとは思うんですけど、うん、僕はそうでしたねやっぱ来たのがね年が年だったしでまたその時に武豊という大きい存在がいたから。はいはい どっっちがが近近道道かったらリズムりより活動が近道だったからた <laughs> たただ本当にに数数全然意識しししててななななかかかっねねの部分でででは僕もああんんんままり考えいいいいよううるるすけどど時悪い時もあるわけだから悪い時にいかにいいリズムに戻すかっていうこともやっぱりそう考えない数を勝,勝つことを考えない方が 早く元に戻れるっていうか、そんなような気がするけどね。やっぱり悪いとだんだん考えて考えて、うん。考えすぎちゃって。やっぱそれがやっぱ勝ちにこ数をこだわってると、やっぱりそうなっちゃう可能性もあるからね。リーディングっていうの？は 例えば目標みたいなもんで,、はい、でそれのために誰かを任すとかそんなんじゃないからそういう意味では全然その目標にするのは俺が GI 目標にするのと一緒で同じことだとだ思う、はいはい、まずは第一に自分の良さを見つけて自分の欠点も自分である程度もうやっぱと自分をよく見てそれに合った乗り方をするっていうのが上達するのに近道かなっていう。のが 近道かなという気がするしね。うん、うん。あとはもう精神面の問題やな。そうですね。うん、そっちの方が大きいかなと思いますね。でも本当に勝つ機種っていうのはさっき言ったように勝つことが一番の薬だから。はい。うん。本当にまずそれも勝つっていうのも勝ってリズムに乗るっていうのが一番の薬だから。まずそういうふうにうまく自分のリズムで勝ち出すと。はい そのままフォーフォフォッとね自由も勝てるようになるだろうし<ー>バンバンそんなような気がするよねありがとうございましたじゃあ頑張ってありがとうございます頑張ります <laughs> <laughs> 僕にとって安藤克実さんはすごくあのー、競馬の騎手の神様っていう存在なので まあとてもすごく緊張しましたけど、えー、こういう機会を得られていろんな話を聞けてすごく勉強にもなりましたし、ためになったのでこれを生かして、えー、また次のレースに臨みたいと思います。えー、本当に、ね、今日は初めて戸崎君とこうやって対談してみて、うん、中央来てちょうど二週間ぐらいになるんだけどね、本当もうそう力入ってる様子もなく安心しました。これからも間違いなく活躍すると思います。